今回は、こちらの色の、キャリパーにしたいというお客様のご要望でこちらの色で塗りたいのですが、カラー番号がわからないのでとりあえず、カラー番号がわからないなりにテストピースを作っていきたいと思います。とりあえずこちらにある、車のデータから似た色を探して、テストピース作っていきます。では、今適当に見繕ってみました。モデルとなるのがこの色で、このように今色を出してみました。例えば、これですと BMW という色ですね。 BMW のD44 っていう色ですね。色名になります。この中から、とりあえず3枚ほど作ってみたいと思います。で今回、とりあえず3色作ってみました。ルノーの ENJ という、シボレーの Q8U、クライスラーの V6、データがこちらになるんですけれども、とりあえずこの3色、ちょっと大幅にいろいろ色を変えてみましたんでどう出るかやってみたいと思います。でテストピースなんですけれども、こういうプラスチックの半透明なものと、こういう紙でできているものと、鉄板でできているものがあるんですけれども、今回はキャリパーが鉄の素材ですので、お客様に渡すの時にこの方が見やすいかと思って、こちらの鉄板のものを使っていきたいと思います。それでは塗ってみたいと思います。塗り板が仕上がりました。こちらの色が ENJ V6 という形になります。今回、見本の画像が携帯の画像だったので、あまり色を、手概念持たずやりたいと思いましたので、大幅に色を変えて、3パターン作ってみました。ここから一度お客様に見ていただき、そこからもっと色を絞っていくような形になります。このような形で、だいたいこんなような色ということでも、サンプル板を作ることは、可能ですので、ぜひご検討ください。